3月21日、広島スポーツ新聞ニュース、号外でございます。あのですね、非常にね、今日も寒くなっております。3月もね、20日を過ぎたと、もう春分の日もね、過ぎたというのにね、日本海側では大雪の恐れということもあります。広島でもね、昨日は、広島空港、大雪だ、雪銀世界になってね、飛行機もね、影響出たということですけども、びっくりしましたよね。今日はね、大河原加工機事件の続報についてお話をしたいと思います。大河原加工機がね、軍事転用できる機械を不正輸出したと、いう事件をね、警視庁公安部が捏造したと。しかもね、その過程で、本当に重病のね、方をね、もう治療を受けさせ、十分な治療を受けさせずにね、ずーっとね、拘束し続けて、その結果その方は亡くなられたと。もうほとんど密室の故意のね、殺人事件と。警察、検察によるね、密室の故意のね、殺人事件と言えるようなね、ひどい事件でしたね。この事件でね、国家賠償訴訟ではね、地裁でね、すでに、賠償を命ず国とね、東京都。警察はね、東京都ですからね。東京都の小池百合子知事ですね。そしてね、検察は、法務省ですかね。ここにね、損害賠償に命ずる判決がね、もう出てますけどね。ただ両方とも控訴していると。特にね、国と都はね、反省がないという状況ですけどもね。で、新たにね、捜査の過程でね、文書が捏造されたということでね、大河原加工機がね、被害者ですよね。刑事告訴をね、するという方針であります。なかなかね、犯人、だから刑事告訴するにしてもね、犯人に対してね、刑事告訴するとね、だから、泥棒と警察がね、同じ状況というのはなかなか厳しい状況だとはね、思いますけどね。本当頑張ってほしいと思います。本当ね、なんていうかな。ダメですよね、本当ね。非常にね、検察の発表をね、鵜呑みにしてね、ぶったたかれてたということもありますからね。大河原加工機さんがね、絶対にね、ほんとね、許してはね、いけないと思う、この警察をね。ほんと、どこにね、目をつけてね、あれしてたかって話ですよね。普通にコーヒーやね、ミルクを作る機械がね、いきなり生物兵器になるかって、ね、いう話ですよね。温度管理とかも全然違うわけですからね。何を考えたのかって話だよね。ただね、なんでこんなことになっちまったかっていうとね、やっぱり政権にね、特に当時の安倍政権に忖度しね、経済安保だってね、盛り上がってね、暴走してしまったということですよね。ただそもそもね、なんで日本の技術がね、中国にね、流出してしまってるかっていうとね、日本企業のね、やっぱりリストラやね、大学の基礎研究のね、切り捨てがね、原因ですよ。ここですよ、やっぱり。ね。結局、日本企業は日本企業でね。やっぱり、なんていうかな。技術をね、もう切り捨てるのね。で、海外でね、作ってね、安くね、作ってね、で、それで売れりゃいいやと。そういうね、考え方ですよね。逆に今ね、円安になってね、慌ててるわけですけどね。だからね、円高時代ですね。円高時代ですね。もうちょっとちゃんとね、円安に触れることもね、頭に入れてね、やっときゃよかったんだけどね。で、そこまでね、じゃあ、あそこまで切り捨ててね、までね、じゃあ、正直ね、あれだったかっていうとね、そういう状況じゃなかったわけだからね。そこまで潰れるような状況でもなかったわけだからね。あそこはね、ぐっとこらえてね、やっぱり、きっちり守るべきものはね、守っておくべきだったんじゃないのかな。維持すべきものは維持すべきだったんじゃないのかなと思いますけどね。
その辺はね、アメリカなんかに踊らされたっていう部分もありますよね。だからアメリカ式のね、経営を取り入れてね、っていうところもありますよね。それからね、大学の基礎研究。この、大学の基礎研究なんかね、切り捨てると。特にね、特にやっぱり、小泉政権かけてね、政権です。大学の基礎研究をね、切り捨ててきたと。ね。ああいうこともね、これは大問題ですよね。まあ結局そうなるとね、じゃあ技術者に科学者どうやって飯食えばいいかとか、あ、それは中国へ行くっていうのもね、まあ、当たり前ですよね。まあ中国、韓国ですよね。まあ日本に一番近いのはやっぱりそこですからね。でね、こういうことやってね、またね、これ以上またね、こういう暴走でね、技術や科学者はね、萎縮させたらね、ほんと余計にね、技術のね、対中流出っていうのもね、加速していくと。まあ、中国だけじゃなく、いろんな国にね、流出していくってことですよね。今ね、日本より金があるね、企業なんかいっぱいありますからね、東南アジアでもね、そういうところ行っちゃうわけですよ。で、日本を自滅させるということ。もうほんとね、戦前にね、対アメリカ強硬派の人たちがね、結果としてね、第二次世界大戦敗戦でね、アメリカ従属にね、日本が、によってね、日本が完全アメリカ従属国家になっちゃったわけだけどね。だから強硬に行けば行くほどね、結局、日本が自滅してね、アメリカ従属になった。だから今度はね、対中強硬派の人たちがね、結果としてね、下手すると、ね、対中従属をね、まあ、経済従属というかね、こういうのをね、招いてしまうという結果にもなるんじゃないのかなと思いますけどね。あとはね、台湾の問題でね、日本が余計な手出しをしてね、それで、下手したら中国にね、日本攻撃のね、口実を与えてしまうとかね、非常にまずい状況にもあると思うんですけどね。だから今までのね、やっぱりそういうね、なんていうか、米国式のね、リストラでね、とかね、あとね、基礎研究を厳しくてね、これ流出させてしまったって、この根本をね、反省しないでね、なんですよね。要はだから、火事をね、経済安保って、ね、結局火事をね、引き起こしておいてね、じゃあ消火器をね、作りましょうってね、そういうことですからね。マッチポンプなんですよね。まあその火事をね、しかもその消火器もね、結局、実際には火に油を注ぐようなものであると。いうところなんじゃないのかなと思うけどね。本当の意味に火を消すと、ね、日本のね、これ自滅を止めるという政策。やっぱりね、米国でリストラっていうものをね、反省していくとかね、あるし、まあ、これ以上ね、傷を深くしないと。ね、それから小泉政権時代のね、基礎研究を切り捨てっていうものをね、やめていくということがね、大事なんかなと思いますけどね。まあ大学の数が多すぎるとかいう話もね、あるけどね。まあそれはね、別で整理していくとしても、ね、基礎研究の切り捨てはやめていくということは大事だと思うんだけど。それでは皆さんね、最後までご清聴ありがとうございました。それではね、今日の仕事です。行ってまいります。失礼いたします。